私もあのいろんな夢があったんですけれども、声優さんになりたいと思っていた時代もあったんですよ。ただあの声優さんとお仕事この間 MC でさせていただいて、何らかの形で夢が叶ったなと思ってすごく嬉しくなりました。そうなんですよ、だからあの思わぬ形で人生つながっていくと思うので、好きな気持ちは大事にして夢を覚えていたいですよね。好きなものは好きって言った方がきっとつながるんですよね、うん、なので皆さん好きを大事にしてください。そうなんです、ありがたいですね、本当感謝です。皆様にもこうつなげていただいてすごい感謝してます、ありがとうございます、うん、どうでしょうね、次はまたあるといいですね趣味が仕事って本当幸せですよね、うん、うんりーね、うん、将棋もそうですね、はい、あの最近私寝る前とかご飯食べる前に本読んで勉強してるんですけれども、あのまた話しとれちゃいますけれども、最近居飛車から振り飛車党に変わりそうで、あのいろいろ戦法を学んでるんですけれども、振り飛車の方がちょっと私性格上合ってるかもしれません、うん、でもね、こういうこう好きな目標とか夢をこう向かってこう歩むってすごい大事なことかと思うので、皆さんもちょっと夢についても引き続きコメントで教えていただければと思います。私も励みになりますから教えてください四間飛車使ってます、四間飛車の身の囲い、でもここで言うと攻略されちゃいますね、はい、まあでもどなたと対戦するかなんて対局するかなんて分からないですけれども、公言するとね攻略されちゃいますねさあ、おかえりメールご紹介しました。今日もありがとうございました。